今日は水曜日ということで夜8時半から生放送をやります。先週はちょっとお休みをねいただいてしまいましたので、水曜日の生放送としては今年初となります。リンクは動画説明欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。さて、今年は参院選がありますよね。岸田政権が安定的に今後も政権を運営していくためには、ここでの勝利っていうのが絶対条件ですよ。まあ現状を考えてみると、最大野党である立憲民主党が低たらくですからね。よほど何か岸田政権がチョンボをしない限り、まあね、それなりには勝つというか、まあ大敗はしないでしょう。数字的にも出ていますよね。 NHK が行った最新の世論調査を見ると、岸田内閣を支持すると答えた人は先月より7ポイントも上がって 57% だったのに対し、支持しないと答えた人は6ポイント下がって 20% となっています。岸田政権のコロナ対応なんかは結構評価されている様子ですね。まあ、要は日本の世論的には厳しくやってくれという感じなんですよ。まあ経済的にはかなり危うくなってしまうかもしれませんけど、自民党の政党支持率はどうなっているのかというとですね、前回から 6.2 ポイントも上がって 41.1% ですよ。やりますね。これまでの安倍政権、菅政権ではコロナ対応で批判を招くことも多かったですよね。結局は感染状況次第というか、今オミクロン株も拡大してきたので岸田政権の真価が問われています。このように今数字的には、まあ、自民党岸田政権というのは好調なんですよ。出だしの支持率の微妙さを考えると、尻上がりに調子を上げてきたという感じでしょうか。一方その頃、党勢厳しい立憲民主党はどうかということですよね。先日紹介した朝日新聞の世論調査では、特に若い世代からの支持率が芳しくないというのが明らかでした。若者からの支持率 1% ってさ、もうないようなもんですよ。じゃあ今回の NHK の世論調査ではどうかっていうと、立憲民主党の政党支持率は 5.4% でした。なんだそんなあるのかと驚きますよね。なんかこう間違っちゃったのかなとかさ。ただこれ前回から 3.3 ポイント下げてこの数字なんですよ。今のところ代表が変わってもまあいまいちだよねという評価なんじゃないでしょうか。ここから巻き返すことができるのか、泉代表の手腕も問われていますけど、多分厳しいでしょうね。今回ちょっと笑ってしまったのが、自民党に次いで2番目の支持率になってるのは維新なんですよ。立憲民主党は野党第一党ということになってるんですが、支持率ではもう維新に抜かれてしまいましたね。維新も前回から 1.5 ポイント落としているんですが、 5.8% で立憲民主党よりは高くなっています。維新といえば最近もツイッターでいろいろ起こっていたりとか、まあ賛否分かれるところではあるんですけれども、まあね、自民党立憲民主党とはまた別の立場から足場をしっかり作ってほしいなと思います。今回の調査だと自民党と特になし以外、政党は全て支持率を落としているんですよね。まあ参院選がある年の初めであるっていうのを考えるとかなり厳しいものがあります。国民民主党なんかにもね頑張っていただきたいなと思うんですが、まあちょっと支持率が 1% ですか。特になしが 34% もあるので、その辺の人たちをどう引き込んでくるのかっていうのが鍵になってきます。立憲民主党は新年早々 CLP 問題も発覚していますからね。この辺も代表だったりとか幹事長も曖昧な言い訳を続けていますので、やっぱりダメかもしれない。立憲の西村幹事長は会見で元シールズが作ったというブルージャパンのことを問われて、党の広報などを行う、まあ会社というかいうことで説明してるんですけど、それあの何億円も出してさ、費用対効果っていうことを考えると全然ダメですよね。いやーこれ疑惑深まったんじゃないでしょうか。というところで続きは生放送でやりますから、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。